2014年長かったですね。はい、すごい長いシーズンでした。まあ、アジアで、はい、最終ラップまで激戦を繰り広げましたけども、まあ、ちょっと悔しい終わり方でしたね。そうですね、悔しい終わり方でしたけど、前半がねすごい流れが悪くて取りこぼしてた分が今回の1ポイント最あの2位で終わったあの結果だと思うんで、これをしっかり受け止めたいと思います。まあ、来年はどんなレースをしていきたいですか？来年はそうですね、もう最初からあの前線であの優勝を狙って、まあ、前半はちゃんとそれを目指してやって、後半戦でチャンピオンを目指せるような、そういう、まあ、自分の中で描いているビジョンができればなとあの思ってます。来シーズンの予定は、まあ、今のところ言える範囲でいいんですけども、来年はアジアの方は参戦はほぼ確定で、全日本の方はまだ発表はできませんが、あの決まりつつありますので、あの乞うご期待ということで。